こんにちは、ファッキオンサムヘルマットマリオマです。トップガンマーヴェリック、レビューしていきたいと思います。いつも通り、後半ネタバレ含みますので、ご注意くださいませ。よければね、見た方、コメントね残していただければと思います。正直すみません、かなり舐めてましたトップガン。なんならね、見ないつもりでいましたね。今回スルーでいいかなと思ってたんですけど、もうありえないぐらい評価がすごいと、むちゃくちゃ評価高くて、で僕が信頼してるね人たちもめちゃめちゃ褒めてたので、と思って、本当にと思って、見に行きました。もういろんな人ね、いろんなレビュー動画とか記事とかね出てますけど、もう多分 YouTube 的にはね今撮ってる時点でねもう遅いんですけど、でもねやるんだよっていうね、でもやらせてくれっていうねところ、まあ、この映画を見てね思ってしまいました。はい、なんでちょっとやらせていただきますと。もう初日に何の情報もなしにね見た人、本当に羨ましいですね。この映画ね、何の雑味もなしで、見に行けた人本当に羨ましい。本当にこれもう貴重な映画体験だと思うので、本当に大事にしてほしいなと思ってます。はい、この動画見てる人あんまりいないと思うんですけど、もしね見てない人いたら今すぐ見に行ってください。今すぐチケット取ってください、絶対に。はい、なんでしょう、ダメだったらもうすごい愚痴の DM とか送ってきてくれていいんで、本当に今すぐ見に行ってくださいよ。もうそれほどおすすめです。火曜日に見に行きまして、で、まあそれでもね、まあいいって言われてますけど、でもなんでしょう、あんま期待しすぎるの良くないから、やっぱ映画見る前ね、その妙にハードル上がるのは良くないんで、本当にっていう気持ちをちょっと忘れずに、見に行きました。本当かよって思いながらも、現象として、そのマッドマックス怒りのデスロードの時のあの時の感じにすごい似てるなと思いながらも、いやそんなわけないという気持ちがありつつも、 IMAX で見るっていうね、ちょっと期待しちゃってるのが溢れちゃってるっていう感じでしたね。はい、結果としてもすげえ面白かったです。すごい面白いというか、もう、まあ、熱量ですね。情熱、映画にかける情熱と、このトップガンっていう作品にね、すごい真摯に向き合った結果、こうなったという感じがしました。はい。で、パンフレット買おうと思ったらね、新宿で見たんですけど、売り切れてまして、で、昨日ね、地元の映画館の方に行ったんですけど、まあ、そこでも売り切れてて、もう買えないですね、もう。はい。どこでも買えなさそうです。はい。まあね、一応ね、前作見たんですよ、トップガンね。前作はね、なんていうか、トレンディーですね、だいぶね。トレンディーというか、もう青春映画の毛がだいぶ強いという感じで、80年代のあの頃のあの感じをパッケージングしましたみたいな、感じですね、ノリ的には。マッチョ的なノリがちょっと苦手かもなと思ったんですけど、でもグースが死んじゃうあたりとかね。あの辺ぐらいからちょっと、掴まれるというかね。あ、ちょっと面白いかもって思い始める感じはありましたね。はい。まあ、トニー・スコットの演出が、やっぱ相変わらず、なんでしょう。高血圧だね。ものすごい血圧高い。カロリーが高い映画、このトニー・スコットだなっていう感じがしますね。やっぱね。むっちゃ汗かいてる。ずっとみんな汗かいてる。みたいなね。ところとか。ビーチで、上裸でね。ムキムキのボディみたいなね。ああいう感じね。いいね。トニー・スコットだね。っていうのがありましたね。はい。でも今作はね、もうそれ、前作のリスペクトもすごいんですけど、もうちゃんとリスペクトしながらも自分たちの映画、自分たちの今の映画として、すごく作ろうというね、気概がすごい伺いました。はい。もう映画人、トム・クルーズが、もう映画のために、この映画を作るという気概ですね。すごいビシビシと溢れてきます。いやー、まさかね、自分がデンジャーゾーン聞いてね、ぶち上がると思わなかったですね。もう、ずっとサントラ聞いてますね。はい。むちゃくちゃ上がります、サントラ。で、監督です。ジョセフ・コシンスキー。まあ、大学院出た後は CM やってたみたいで、まあ、ナイキの CM だったり、アップルだったりと、まあ、やってたみたいですね。で、その後に、オブリビオンを撮りますと。オブリビオンで、トム・クルーズと、タッグを組んでやっていきますと。オブリビオンもね、昨日見直したんですけど、かなりね、共通点が、多いなっていう、共通点が多い。まあスターウォーズが好きなんだろうなっていうのがすごい伝わってきます。それトップガンからもそうなんですけど、ドローンが3機こう連なってブーンってまっすぐ来るとことか、あとトム・クルーズが乗ってる船ね、あれもファントム・メナスのポットレースに出てきそうな感じとか、あったりと、スカブがちょっとサンドピープルっぽく描かれてたりと、まあ、そういうところですね。そこはかなりスターウォーズ
の感じがありましたね。とあと2001年宇宙の旅かな、春休戦みたいな感じもありますと。あとは全体の構成としてはマトリックスみたいなところもあったりと、まあ、SF が好きなんだなというのがすごい伝わってきました。で、撮影監督クラウディオ・ミランダさんですね、この方はね、もともと照明やってたそうで、照明でフィンチャー周りの作品ね、いろいろやってたらしいですね。セブン、ゲーム、あとファイトクラブと、このフィンチャーの名作のあたりね、あの辺の照明をやっておりましたと。ゾディアックの追加撮影を担当したことで、ベンジャミン・バトンから、撮影監督をやりましたと。というのがあったそうですね。トロン・レガシーの撮影監督をしますと。で、ここでジョセフ・コシンスキーと初めて絡むみたいな感じだそうです。今作ね、マジかって映画多いですね、かなりね。かなり、実写でかなり頑張ってる部分がすごく多いと思いますね。はい。普通に、すごいと思います。これなんか撮影賞、取んないかな、なんか賞取りそうですね、アカデミー賞。撮影賞取るかな、まあ今年の今後の感じ次第だと思うんですけど、今んとこ撮影すごい映画、ナンバーワンだと思います、この映画ね。はい。で、脚本ですね、3人いるんですけど、特にね、クリストファー・マッカリーですね、この人の功績というか力が多いんじゃないかなと思っております。まあ、この人といえば、ミッションインポッシブルシリーズですね、ここ最近やっておりますと。まあ、この人のおかげで、ミッションインポッシブルが救われたというか、傑作アクション超大作シリーズとして生まれ変わったという感じがしてますね。はい。で、この人もともと脚本家としていろいろやってまして、ユージュアルサスペクツ、もう大どんでん返しの脚本を書いてますと。で、アウトローかな、多分アウトローでトム・クルーズと初めて絡んでますと。はい。まあ、この人の映画マジで面白いです。クリストファー・マッカリーがやってるとか絡んでる映画、まあ大体面白いんで、もうこれもおすすめです。はい。アウトローですね、ジャック・リーチャーですね、これもおすすめです。はい。これはぜひ見てください。あとミッション・インポッシブルですね、ローグネーションからかな。はい。これ面白いから見てくださいという感じです。はい。で、音楽なんですけど、音楽も3人いるんですけど、筆頭して1人ご紹介しますと、まあ、ハンス・ジマーですね。皆さんおなじみ、ハンス・ジマーがやっておりますと。ハンス・ジマーはね、また今回も、まあ、手堅い仕事というか、はい、いつも通り最高ですという感じでした。あとね、サントラをね、ずっと聴いてて思ったんですけど、かなりデンジャーゾーンと、あと、冒頭でかかるメインタイトルね、2つの曲のフレーズの引用がね、すごく多いですね。はい、すごくリスペクトして、劇版作っていたのかなという印象でございます。で、なんといっても今回もう最高の映画人として、もう本当に尊敬リスペクトやまないですが、トム・クルーズでございますね。主演トム・クルーズ、プロデューサーもやっておりますと。いやー、この人のね、気合ですね、気合。はい。もう今近年ではね、ジャッキー・チェンの代わりとして、もう生身アクション、もうこだわりがすごい強い人となっておりますが、今回もうそのなんでしょう、生身にこだわるというところ感じられましたね。コックピットの絵とか、もうみんなトレーニングしたらしいですけど、まあ、そういうのがありますと。そんな素晴らしかったです。なんでしょうね、あの人の、もう演技云々じゃなくて、この映画に関してはもう、この映画を映画館で届けるという情熱と、ハリウッド映画を救うというか、なんでしょうね。ハリウッド映画に対する、まあ、熱量ですね。もう存分に出てます。はい。もう、すごい。もう立ってるだけでいいです。トム・クルーズ。はい。ありがとうございます。という感じでございました。では、ここからね、ネタバレありで、話していきたいなと思います。はい。もうドア玉です。もうドア玉、イントロですね。もう一緒ですね。はい。もうものすごく一緒。ほぼ一緒でした。一作目と一緒。もうここでもうかなりリスペクトがありますと。まあ、空母のシーンからですね、これすげえ一緒だなーと思ったんですけど、ちょっと進んでいくと、カット割りがね、前より細かいんですよね。細かくて、かっこいいです。前よりかっこいい、ブラッシュアップされてました。はい。もうそこで、もうこの映画はもうトップガン、もうリスペクトしてるけど、もう前作よりもっとその先に行くぞという気概が伺えますね。はい。で、それで、ステルスですかね。10G のテスト。のところに行きますと。でもここでもう古いものには予算はかけれないよみたいなね、もうこのプロジェクト終わっちゃうよみたいな話になって、で、じゃあもう俺がやってやると、やってやるよつって行きますよ、トム・クルーズが。はい。映画のメタファーにしか見えない。もう映画もうなんか売れないから、そんな予算もう割けないよ映画なんかに、ね、みたいな。もう配信あるから、ネットフリックスとかあるからみたいなね、
もうそっちにお金かけちゃうよ。もうそんなん、もう、おい、映画なめんなと。今から俺が映画の良さ、見せつけてやるよ、つって、トム・クルーズが飛ぶんですよ。もう最高でしょ、これ。そう、映画のかっこよさをここで見せつけます、トム・クルーズが。最高です。で、10G 行きますね。はい。ここで、いや、これぞ映画だと。やったというところなんです。はい。で、まあ、やりすぎちゃって墜落するんですけど。そこね、もう一個、トム・クルーズ自身のメタファーでもあるなと思うんですよね。もうここでいきなり。このトム・クルーズはもうトム・クルーズなんて、みたいな。トム・クルーズも昔の俳優でしょみたいな。いや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 、まだ現役だから、いけるからっていうね。それがすごい見えます。やっちゃうからっていうね。で、まあ共感として、またトップガンに戻りますという流れになりますね。トップガンに戻りますと。まあなんか共感になって指導すんのかなっていうのはなんとなく、思ってたんですけど、まさかね、グースの息子がいるっていう展開ね。これ、わあ、その手あったかと思いました、かなり。はい。ここ素晴らしい。良かったです。この設定素晴らしいですね。はい。こう、だからこういうところでちゃんと前作を活かしてるっていうところね。リスペクトもありながらも、こうやったら面白いんじゃないか。工夫ですね。はい。工夫がすごい織り込まれてます、という感じです。で、バーに行きまして、バーで飲んでると、若い奴らが来ますね。若いトップガン連中がやってきますと。あ、これもね、なんか、もうなんか複雑、すごい複雑なんですね、このシーンはね。もう前作のオマージュにもなってる。この今回は、この観客のね、目線が違うっていうところですね。トム・クルーズ目線で見てるから、その、あ、なんか若いやつらがやってんな、なんかいいな、なんかキラキラしてるなっていうのが、ちょっと違う視点なんですよね。なんか、この、親目線みたいな。視点になってるんですよね。あの、全然あの人たち年上なんですけど、多分すごい複雑、なんか妙な感覚なんですよね。あんまりあの映画見てて体感したことない感覚、続編の映画いろいろ見ててもあんまり体感したことない、妙な感覚になります。これ面白いですね。はい。トム・クルーズがね、訓練していきますと。訓練していくんですけど、まあまたここ出てくるところもね、ちょっとオマージュあったりするんですけど、まあ訓練でぶっ倒しまくるトム・クルーズ、あ、最高です。はい。あ、現役だ、まだ現役やれるんだっていうところ。モンタージュがね、すごくいいですね。ぶっ倒しまくってカット変わって腕立てしてると、でまたもう戦闘シーンに戻って、もうロックオンして倒して、また腕立てしてるやつが増えてるみたいな。さっきおちょくってたやつも今は、腕立てしてると。このね、モンタージュですね、ここすごく上手でした。かなり上手です。あの、編集すごくうまいですね、今回。最高です。はい。戦闘シーンですね、戦闘シーン。すごくね、あの、前作よりね、うまいですね、かなり。かなり見やすくなってますね。やっぱこれはね、まあ時代の進歩というか、まあ、撮影技術が上がったっていうところなんだろうなっていう感じなんですけど、よりというか、飛んでるのを地上から望遠で撮ってるみたいな、そういう感じの絵がすごく多かったから、ちょっと見づらかったんですよね。状況がよく分かんなかったっていうところなんですけど、今回はね、かなり、まあ引きの絵もあるんですけど、飛行機目線の絵があるというか、まあ戦闘機あって、まあここにカメラがあって、後ろからこう上がってきたり、こう来たりと、こうなんか状況が見えやすい絵がかなり増えたので、すごく見やすくなりました。そう、もう一個あるとすると、まあ、前作ってなんか話の流れがいまいち、なんか掴みづらいというか、前作一作目ね、なんて言うんでしょうね、トップガンになるっていう、まあ、目標というか、その一本あったと思うんですけど、その、なんか、それが割とどうでもいいというか、引っ張られないんですよね、その話に。キャッキャフフしているのが、楽しいというか、それを見る感じの映画になってたと思うんですけど、今回はね、その、基地を破壊するっていうミッションが最初に掲げられてるから、それに向かって訓練してるし、喧嘩もするしっていうところなんで、かなりその、話として、一本筋が通ってるなという感じがしましたね。あと、まあいろんな側面があって、ルースターと、マーヴェリックの溝がどう埋まっていくのかっていうところも、かなり引きになってるっていうのが今回あるなというところでございました。で、低空飛行のね、テスト、訓練、ミッションが始まりますと、すげえむずいミッションだと。はい。ミッションインポッシブルかと思いましたね、ここね。はい。まあ、これも、そのトム・クルーズ集大成みたいなところ、側面があるので、まあ、それもいいかなというところですね。まあ、全然できねえよってなって、もうどうしようってなると、アイスのところに行きましょうと。
アイスマン会いに行きますね。まさか出ると思わなかったですね。だってもう声出ないっていう話だったから、バルキルマはね。いやーちょっと全然思い出ないのに、なんか泣いちゃいましたね。あのアイス出てきた時ね、まだやってくれた、出てくれたっていう、そのメタ的な感じでちょっと泣いてしまいました。ここ感動ですね。わー感動だなと思ったら、喋るっていうね、喋る、バルキルマーが喋ってくれたというね、すごく感動。もうなんだろう、もう映画の喜びですね。完全にこれはもう映画でしか成し得ない喜びなんじゃないでしょうか。はい。AI の技術によって、なんか今回、声が出せるようになった。そうですね。はい。マーヴェリック自分で飛びますと。ここも絶対無理だぞっていうね、ミッションを飛ぶわけですけど、まあ、やっぱ冒頭の、10G の、あの、ステルスですかね。あの、下りですよ。あれが 10G 行ってるから、そこがね、かなり説得力になるんですね。そのおかげで、まあ、やれんじゃねえかと思うというところ。まあ、やっちゃうわけなんですけど。まあ、ここからクライマックスのミッションに入っていきます。はい。ここね、メンバー選びますね、メンバー。フェニックス、ボブ、ルースター。うわって、ここね。いやー、ここ上がった。マジで熱い。マジで熱すぎます。まあ、溝がとても深かった、二人が。まだ溝はあるけども、マーヴェリックの、光栄にね、選ぶと。いや、ここは熱い。ここでまた泣いてしまいました。もうなんでここで泣くんだって感じなんですけど、別に悲しくもないし、嬉しい泣きってわけでもない。なんでかなと思ったら、もう熱すぎる。熱すぎて泣くことあるっていうね。いや、なかなかないっすよ、こんなこと。もう熱かったです。最高でした。戦闘準備。始まります。ガーター、OK! みたいな、なんかこういうやりとりがあると。船内のやりとりがあると。ここのね、カット割りがね、すごく好きです、僕は。かなり早いんですけど、ルースター、ここの絵になって、次、寄りの絵、最後来て、ブワーンって飛んでくるんですけど、ここは、ここのテンポ感がかっこよすぎて、鳥肌めっちゃ止まんなかったですね。もうすげえ細かいとこですけど、すげえ良かったです。あそこをぜひね、また見る人、ちょっと見てみてください。注目してね。めっちゃかっこいいっすから、あそこ。で、この映画ね、うまーくカバーしてるなと思ったのが、最後のミッションのところで特に思ったんですけど、状況説明のセリフが状況説明セリフになってないっていうところが、すごくうまいなと思いました。通信するわけですと。こっちに敵がいるぞとか、もうここ通ったかどうだみたいな。そういうね、まあ、通信するから喋んなきゃいけないっていうね、パイロット同士のコミュニケーションとして、この状況、自分たちの状況を説明するのが、必然になってるので、説明、映画の説明セリフになってないっていうところ。ここがね、すごい上手いですね。はい。無理なく、その状況の説明が、入ってくるというところ。で、絵も上手いと。絵も状況を説明するような絵ですね。これが前作よりも多いので、かなり見やすい最後のミッション。狭い、難関、ミッションインポッシブル。はい、着きました。完全にスターウォーズでした。はい。完全に、こっからスターウォーズ4、始まります。スターウォーズ4の最後のデススター戦ですね。デススター戦の溝を沿ってウィーンって行くと、全く一緒ですね。はい。あれと全く一緒。はい。もう最高です。あ、スターウォーズじゃんと思ったら、めちゃめちゃ上がってきましたね。はい。スターウォーズを、もうちょい現実寄りにしたっていうのが、最後のクライマックスかな、というところでしたね。はい。途中からね、音楽もね、なくなりました。てか、なんでしょう。すごい二段構えになってましたね、クライマックスが。ずっと二段構えで、こっから行きますね。はい。で、なんとかルースターもね、覚醒して、行きますと。で、爆弾を落としますね。はい。これも完全にスターウォーズなんですけど、うわーって上がっていくと、もうこっから音楽がないです。はい。もうジェット機、ジェット音か。ミサイルの音。あと、フレアの音かな。もうだけ。それだけで構成していきます。うわ、むちゃくちゃかっこいいですね。はい。こう上がって、もう、むちミサイル撃たれますと。これ無理なんじゃねえかな、ぐらいの感じになって、やっと音楽が流れてくる。ここの音楽流れるタイミングが、もう、ここしかありえないタイミングでなってます。ここ以外、流れるタイミングないよっていうね。ところで鳴り始めます。素晴らしい、ここ。はい。謎のなんでこんなここ感動するのかなって、やっぱ絵がすごいんです。絵がかっこいいんですよ。映画なんですよ、これが。もうダメかもしんないよ。もう映画業界なくなっちゃうかもしんないけど、でもやるんだよっていうね、やるしかねえんだっていうところ、その気概ですね。この気概と情熱がもう絵に出すぎです。もうすごい、もうマジですごいです、ここは。はい。で、ルースターをかばって
マーベリックね、撃たれますと。ここね、もう親父と重なるという感じですね。こうすごい、ここすごい。いや、もうなんか、なんだ、物語的にも意味があるし、もう前作とのつながりも感じるし、別に前作好きだったわけじゃないんですけど、もう現実、メタ的にもこの意味を含んでるし、物語的にももちろん意味含んでるし、もう前作とのつながりというか、リスペクト、オマージュみたいなのもあるし、なんか細かすぎて、もうよくわかんなくなってます、もう。はい、この辺。で、撃たれて落ちますと、終わりか、これで死んで、まあ、墓の絵になって、ルースターが最後バイク乗って走り去って終わんのかなと思ったら、終わんなかったですね。まだ行きますよ、こっから。まだやるぞ、と。もっと映画のもっとすごいとこ見せてやるよって、もっと見せてくれます。で、ルースター、助けられて、もうさらに古い F14 かな ?F14 ですかに乗ると。ここね、ここもまた、たまりませんよ。今まで乗ってた F18 が一人乗り用だったので、ここで初めて二人乗り用の戦闘機に乗りますと。で、ルースターと一緒に乗りますと。うわーっていう、ここね。もう、ここたまんない。ここ鳥肌止まんなかったっすね。マジで。で、飛んでいきますよ。もう、ボロボロの滑走路を飛びますと。いや、こんなん無理だよって。こんなん無理だよっていうのをやるのが映画なんだよっていうところですよ。ここね。そのね、F14 のね、あの羽がこう、開いてく瞬間ね。むちゃくちゃかっこいいですね。 X-Wing がこう開く瞬間みたいな感じでむちゃくちゃかっこよかったです。はい、滑走路飛ぶっていうね、ボロボロの今この状況、映画業界、コロナだったり、配信だったりで、もう全然、もう全然っていうか、まあ割と元気がないというところの状況ですね。状況でも俺たちはまだ飛べるというのを見せてくれました。で、敵機ですね。最新の敵機と戦いますと。またスターウォーズの話しちゃうんですけど。ミレニアムファルコンでタイファイターを巻いてね、勝つみたいな。ああいうノリ、オンボロでも勝てる腕次第だっていうね、いう感じがありますね。はい。いやー、で、また最後、もう一機来ると。もうなんもないと。あ、まあ一発だけやると。一発撃ったら、まあなんか、いいわけわかんない。今まで見たことないかわされ方すると。あそこはね、もうこれ無理なんだな。で、これ完全にかなわないんだな。このパイロットも、さっきのやつより上手いんだろうなっていうところ。上手い上に最新の、戦闘機に乗ってるというところで、あ、これはかなわないという風にちゃんと見えましたね。最後やっと、いや、ハングマン来るんだろうけど、いや、来るよねと思って、あ、来てくれました。はい。ちゃんと来てくれました。あそこもね、あれ、だって前作はね、トム・クルーズがあれ、マーヴェリックがね、あっちの役だったわけですから。もう、今回ね、もうみんなトム・クルーズ。みんながマーヴェリックの分身になってます。で、しっかり管制塔に挨拶して、着陸すると。で、もう USA っていうノリですよ。いつもの。イエーってノリね。あれがありましたと。はい。で、一緒に修理してるんですね。なんか、セスナ機かなんかを修理してるんですね。親子です。もう、これは親子です。はい。もう、これで引退してほしい、俺は。マーヴェリックにはこれで引退してほしい。もう、ゆっくりしてください、というところですね。はい。素晴らしい映画、あ、よかったわーと思ったら、最後、トニー・スコットに捧ぐと。トニー・スコット別に、まあ、最近亡くなったわけじゃないですからね。それでもこう、最後に出すというところで、やっぱリスペクトがもう半端じゃないという感じがしましたね。はい。エンドロールね、流れるんですけど、メインタイトルが流れてくるんですけど、徐々にこう、新しくなってくるんですよ。最新の、映画の劇版というか、になっていくと。まあそういうところも含めて、この映画を表してるというか、もちろん前作があって、前作があるから、この映画が作れてるんだけど、もっとすごいものを作りたいっていうのがね、この映画、もう最後のエンドクレジットの劇版に表れておりました。はい。まあそんなところですね。ちょっと結構早口で喋ったつもりだったんですけど、かなり長くなっちゃいました。はい。もう本当に何年に一本の映画だと思いますね。いろんな続編ありましたけど、まあ、その中でもね、かなり指折りな一本なんじゃないかと思いました。はい。素晴らしかったです。皆さんの感想も良ければ、コメント欄にて投稿していただけますと幸いでございます。はい。良ければね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまたお願いします。